アダム・ジョン・コラレックは、アメリカ合衆国メリーランド州ボルチモア出身の、プロ野球選手。左投げ左打。MLB のオークランドアスレチックス所属。2010年の MLB ドラフト11巡目で、ニューヨーク・メッツから指名され、プロ入り。契約後、参加のアパラーチアンリーグのルーキー級、キングスポート・メッツで、プロデビュー。A-9 ブルックリン・サイクロンズでもプレーし、 二球団合計で22試合に登板して2勝1敗、二セーブ、防御率3.13、45奪三振を記録した。2011年は、A 級、サバンナ・サンドナッツと A 級セントルーシー・メッツでプレイし、二球団合計で26試合に登板して7勝1敗、五セーブ、防御率2.85、58奪三振を記録した。2012年は、 a 級セントルーシーと a a 級、ビンガムトンメッツでプレーし、2球団合計で50試合に登板して3勝3敗19、セーブ、防御率2.70、78奪三振を記録した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、サプライズサグアロスに所属した。2013年は a 級、ビンガムトンとトリプル a a 級ラスベガスフィフティワンズでプレーし、 二球団合計で46試合に登板して3勝3敗、1セーブ、防御率2.28、64奪三振を記録した。2014年は AA 級、ビンガムトンでプレーし、48試合に登板して1勝2敗、2セーブ、防御率6.07、43奪三振を記録した。2015年も AA 級、ビンガムトンでプレーし、 51試合に登板して2勝4敗、1セーブ、防御率4.43、61奪三振を記録した。レギュラーシーズン終了後の10月6日に自由契約となった。2017年7月1日2015年10月23日に、ボルチモアオリオールズとマイナー契約を結んだが、12月10日に、ルール5ドラフトでタンパベイレーズから指名され、移籍した。 2016年は、参加の AA 級、モンゴメリー・ビスケッツとトリプル A 級ダーラムブルズで、プレーし、2球団合計で47試合に登板して3勝4敗、2セーブ、防御率3.13、63奪三振を記録した。オフの11月7日に、FA となり、19日にアトランタ・ブレイブスと、マイナー契約を結ぶも、2017年3月24日に、 自由契約となった後、27日にレーズとマイナー契約を結んだ。2017年は開幕からトリプル A 級ダーラムでプレーした。6月28日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りし、翌29日のピッツバーグパイレーツ戦でメジャーデビュー。9月4日にマイナー契約でトリプル A 級ダーラムへ配属された。 この年メジャーでは12試合に登板して1勝0敗、防御率6.48、4奪三振を記録した。マイナーでは41試合に登板して、防御率1.65だった。2018年も開幕を、トリプル A 級ダーラムで迎えた。7月6日にメジャー契約を結んで、アクティブロースター入りすると、最終的に31試合に登板して1勝0敗にセーブ。 防御率3.93、19奪三振を記録した。マイナーでは31試合に登板して、防御率1.61だった。2019年は、ケビン・キャッシュ監督の起用により、一塁守備を挟んで2度、登板する試合が2試合あり、いずれの試合でもホールドを記録した。2019年7月31日に、ニコハル・サイザーとのトレードで、ロサンゼルス・ドジャースへ移籍した。 2020年は自身初めてワールドシリーズ優勝を経験した。2021年2月12日にシェルドン・ノイジー、ガスバーランドとのトレードでコディ・トーマスと共にオークランドアスレチックスへ移籍した。2021年4月1日のヒューストン・アストロズとの開幕戦に登板し、アスレチックス移籍後初出場を果たした。シンカーを主体するサイドスローサワンである。ありがとうございます。